しまくって。はい、それでは静電気で操る、シャボン玉作ってみましょう。こちらに液があります。ここに液をつけます。静電気をよく起こした風船を用意しておいて吹きます。静電気を与えます。そうするとシャボン玉に静電気が与えられました。はい、シャボン玉にはマイナスの電気を与えておきました。なので風船がマイナスの電気を帯びているので風船では反発していきます。でもこちらのアクリルはプラスですのでマイナスとプラスが引き寄せ合ってくっついてくるんですね。では回収。マイナスの電気を帯びたシャボン玉ですから、プラスのアクリルに全部くっついてきてこういう風に回収できたんですね。シャボン玉はですね、たくさんの砂糖水を使って、作ってありました。なので飴の状態になってたんですね。薄い飴のシャボン玉になってたので固まって割れてしまいました。皆さん難しいですけどもやってみてください。まずはじめは